アリゲーター浄化は、ワニメの上下の一つ。クロコダイル浄化やガビアル浄化と並ぶ三大グループの一つである。後期白亜紀に出現し、すべてのアリゲーターやカイマン及び他の二グループよりも、アリゲーターに禁煙な全滅死を含む。分岐学的に、アメリカアリゲーターとナイルワニやインドガビアルよりもそれに禁煙なすべてのワニとして定義される。これは、 アリゲーターのステムベースの定義であり、クラウンベースのアリゲーター化よりも、包括的である。アリゲーター化は、原生アリゲーターとカイマンの最も近い、共通祖先とそのすべての子孫のみを含む。一方で、アリゲーター上化は、クロコダイル、またはガビアルよりも、原生アリゲーターに近縁な、より基盤的な絶滅したアリゲーターの祖先も含む。原生種のみを考える場合には、 アリゲーター浄化は、アリゲーター化と同義であるため、アリゲーター化のみが用いられる。アリゲーター浄化が用いられるのは、古生物学の文脈においてのみである。アリゲーター浄化は、後期白亜紀に出現しており、カナダのアルバータ州に分布するカンパニアン海から、レーディオスクスの化石が産出している。また、同じくカンパニアン期頃のアメリカ合衆国と、メキシコには、 デーノスクスと呼ばれる全長を9から12メートル級の大型のアリゲーター浄化が生息していた。デーノスクスリオグランデンシスはアリゲーター浄化で初の10メートル級の種であり、シンワニ類まで範囲を広げてもこれほどの大型種はサルコスクスインペラ通りに次いで二例目であった。これら二族は基盤的なアリゲーター浄化であり、より派生的なグループとして、ディプロキノドン赤とグロビドン類がいる。 前者は、レイディオスクスに似て噴部の長いグループで、古代三期四神魚から新大三期中心魚まで生息した。後期白亜紀、カンパニアン期に出現したグロビドン類は、噴部が短くて丸みを帯びており、全長も1.5メートル程度と小型のグループであった。長い噴部やに、3メートルを超えるような体格の獲得は、アリゲーター化の出現まで待たなくてはならなかった。 アリゲーター浄化は南北アメリカ大陸に主に分布し白亜紀末の大量絶滅を乗り越えた後はユーラシア大陸にも分布を広げた古代3期にヨーロッパで出現したアリゲーター化は複数回に分けて北アメリカ大陸へ戻るように移り特にアリゲーター族が支配的となった派生的なアリゲーター化海蛮赤の位置づけにはなってしまうが 新第三期中心魚のブラジルに生息したプルスサウルスブラジリエンシスも全長12.5メートルと推定されている。プルスサウルスはコロンビアとベネズエラからもより小型の別種が発見されてもいる。原生種では全長6メートルのアメリカアリゲーターが報告されたことがある。伝統的にクロコダイルとアリゲーターはガビアルよりも互いに近縁と考えられており。 ガビアル浄化を排除したブレビロストレス類という分類群も考えられていた。この分類は原生種や化石種の骨格の特徴の分析に焦点を当てた形態学的研究に基づいている。しかし、後の DNA シークエンシングを用いた分子系統解析ではアリゲーターよりもクロコダイルとガビアルが近縁であることが判明した。クロコダイルとガビアルを包括する新しい 系統群として、ロンギロースターズが、ハッシュ・マンへ通る、2003で命名された。2018年に、D& ー・イエーツが形態学、分子、相違のデータを同時に用いていった、年代測定の研究により、ワニメの中での相互関係が確立された。2021年にはヘキララが絶滅した母愛から、DNA を抽出して古代ゲノム学を用いて、これを拡張した。 ありがとうございます。